ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。今回今活動中のメンバーさんと一緒に動画してます。せーの、黒船ちゃんです。みんな全然出身は違うなんですけど、うん、はい、今回集まってなんでゆうは何しに行こうって言えばいいかなに行きたいと思います。あと驚いたとこと、とか、ちょっと面白いところをで話したいと思います。はい、リカ、はい、はい、はい、アメリカ出身黄色担当のハイちゃんことハイリです。よろしくお願いします。私は声優になりたくて日本に来ました。声優っていうか声優アイドルになりたくて日本に来たんですけど、日本に来て最初の2年間は声優学校に通って、でそこからも卒業して今いろんな活動をやってます。で来たばかりの時は一人でセルフプロデュースで地下アイドルをやって、うん、秋葉原らへんでライブをしたり、あとなんだろう、あとユニットでちょっとだけ活動したり、メイドカフェでも働いてました。正直そんなにないんですけど、高校の時に名古屋の方で留学して、その時に満員電車に人がもっと乗り込むためのなんか押し込む駅員さんが出てきたのを見て、あ、本当にいるんだなってすごい驚いたんですよね。なんか一応ネットでそういう人はいるいるってネットで、うん、ね、言ってる写真見るね、見るけど実際見ているんだって思ってそれも驚いた、一番驚いたこと、うん、確かに驚くよね。お父さんからこれ本当なのって聞かれて、うん、こういう電車に乗っちゃダメだよって言われてさ、ね、乗りたくなっちゃう、はい、あったよね。はい、ピンク色担当、イギリスと日本のハーフ、エムイラーヤです。私が日本に来た理由は、まあ、日本人だからっていうのもあるんですけどシンプルな話、めっちゃざっくり言うとイギリスが好きじゃなかったんですよ。はっきりだな。で、日本に来たいなってずっと思って親にねだって、ちょっと日本でちゃんと働くからって言って、うん、なんか来ていいよって言ってくれたんで来ました。なんでイギリスは嫌だったの？なんか合わなかった人となんか合わなかったし、ちょっとイギリスでもめちゃくちゃオタクぶっかましてて、うん、学校とかでも明らかにちょっとイギリス人から見たらちょっとやべえやつなのかなって思われるぐらいのオタク出してたから、それでちょっといじめとかもあったし、うん、なんかイギリスのなんだろうカルチャーと合わなかった、うん、単純に言えば、うん、だからちょっとそれで逃げたくてずっと。結局イギリスのご飯が合わなかったでしょ。それもある。本当になんか美味しくないとか本当に美味しくないからね。私は普通にこっちはこれイギリス、うん、私もイギリスのハーフでイギリス8年ぐらい住んでたから、別にまあでもうちは結構慣れるけど、うん、日本食と比べたらまずいよ。 OK、 はい、OK、 ふっかの違い、怒られた。楽しい、イエーイ、楽しい。そう、オタクやってやりやすいし、なんかいろんな子のみんなとかにもなんか出会えたし、なんか結構自分外人だからみたいな、なんか入れないかなと思ってたんだけど、結構他の外人のお客さんとかとやっとなんかやっと出会えたみたいな感じがすごい嬉しいです。はい、セントルシアとイギリスのハーフで生まれ育ちはセントルシアで、まあ、セントルシア知らない人も結構いると思うのでちょっと軽く説明させていただく と、カリブ海の中にあるちっちゃい島で、人口70万ぐらい
しかいないので、かなりちっちゃいです。1日でこっちからこっちまでもう全部、島をもう歩き回ることができます。で、それからイギリスに越して、それからちょっとだけドイツに越して、それから日本に来ました。でも日本に来て7年目で、アルファベット使ってない国に行きたいなと思ってつい来てしまった。イエイ。日本に来て驚いたところとかある？もう結構昔にはなるんですけど、まあなんか多分みんなそうだと思うんですけど、なんかネットでいっぱい調べてから国に引っ越すじゃん、うん、何も知らないで行くことは多分ないと思うから、めっちゃビビることはあんまりないんだけど、まあカフェを開けるのめっちゃ遅いよね。あー確かに、なんか仕事の前にコーヒー飲みたいのに、なんか10時までやってないとか、なんか10時までとか、なんか12時に開けるカフェとかも結構あって、だってイギリスだったらその普通に5時からやってるんだけど。わかる。イタリアにもそう、カフェは結構6時からもう開いてるんですよ ね。 そうだね。だって仕事の前のコーヒーってなんか7? なるほど。みんな閉まる早いし。確かにね。アイドル、あ、すいません。はい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 。紫。紫タンとメキシコの主人、リディアです。よろしくお願いします。なんで日本に来たの？そうだね。実はアイドルになりたかった。おお、ゆりかと一緒じゃん。うん、一緒。でも、その方おい、好きじゃない。好きじゃない。すいません、すいません。やっぱり、コスプレがいい。あー、ゆりかじゃん。うん。おい。青。青。一番驚いたところとかある？あります。あ、メキシコではなんか自動販売機あまりない、うん、あ、そうだね、確かに。ここもここもあっちも、すごい。なんかいつもなんか自動販売機で買い買い買いあとはピーチティーやっけ、ゴミ、ゴミ、トラッシュはない。あ、ないね。ゴミ箱、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 バッグ、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 ゴミ袋、違う違う違う、ゴミ箱、バッグ、日本ないです。ないね。ないね。全然ない。あのバニクさんなんでないですか？ユウは、ユウは何しに日本へ？アイドルって書いたからです。はい、一番最初は昔からコスプレイヤーをやってるなんですけど、ほんと13歳からずっとコスプレをやってて、でもコスプレ以外、その踊ってみたのグループを作って、本物の日本のアイドルをもやってみたいなって思ったんですよ。は本当山ぐらいがあるんですけど、確かに最近私驚いてるところではなくて、ファンが驚いてる、イタリアからのファンが驚いてるのものは撮影会なんですよ。なぜかというと撮影会の文化ないんですよね、イタリアでは。確かに。まずグラビアとかないないですよ、ね、なんか普通にみんなセクシーの格好してるし、ちょっとここに胸開いたりとかはするんですけど、グラビアの活動みんな、何で、結構いろんな女の子がわー、パーパーってな感じ、ウィーってな感じ見えるじゃん。見えるなんですけど、みんな目の不意な突になんか撮って、ありがとうございます、綺麗ですよね、パパパパってな感じで、すごいなって思った。そうなんでね。ということで、面白い楽しいメンバーさんと最初と最後のライブをやりますので、ぜひ12月14日会いに来てくださいね。よろしくお願いします。では、せーの、黒船ちゃんです。
嬉しい